活動を行う日本初の本格編集アイドルとして活動しています。そしてこのショールーム配信ですけれども、皆さんとちょっとお昼タイム、まあ、お昼は過ぎちゃいましたが、お話ししていけたらいいなと思いますので、どうかよろしくお願いします。はい、よいしょ。ということで早速ですが、やすくんこんにちはす、ありがとうございます。よろしくお願いします。かっちゃんこんにちはす、来てくれてありがとうございます。よろしくお願いします。今日日比谷、あ、今日比谷公園に着きました。あ、そうなんですね、日比谷公園私は行ったことがないんですけど、楽しそうです、晴れてるので。かっちゃん映画見てるってことで、映画ですか、私あんまり映画見たことがないんですけど、でも羨ましいです。カモニンさん、2度目の訪問ありがとうございます。カオピテさん、こんにちはす、来てくれてありがとうございます。よろしくお願いします。そしてミヤボーさん、ユスちゃんこんにちはすです、ありがとうございます。こんにちはす、よろしくお願いします。そうですね、今日はゴールデンウィーク真っただ中、中盤戦なのかなと思うんですけど、ちょっと目薬さそうと思って目薬をこうやって持ってきました。目薬、なんかあの田中玲奈ちゃんって、元モーニング娘。の田中玲奈ちゃん、こうやって目薬をこのままさせる能力があるんですよ。なんか一瞬私も見習ってみたんですけど、できないと思いました。ワイルドスピードスーパーコンボ見てる、え、初めて聞きました。すごい、なんだろう、どんなだろう。タイチュンさん、こんにちはす、ありがとうございます。こんにちはす、よろしくお願いします。クライマックスが開催中です。なんか聞いたことありますね、クライマックスね、ライブですかね。ナベカズさん、こんにちは、ありがとうございます。こんにちはす、よろしくお願いします。明日からキャンプってことで、すごいキャンプ羨ましいです。私ゴールデンウィーク、特に昨日ゴールデンウィークっていうか、まあ合間の月曜日だったと思うんですけどにライブがあって、はその前もライブがあったぐらいで、あと7日にラジオがあるとか、それぐらいなので、なんかとゴールデンウィークにもっとライブしたかったんですけど、なんかまあそれかゴールデンウィークに例えばどこかお出かけする方とかも今年は多いと思うんですけど、なんか特にお出かけという感じもなくね、過ごしておりますけども、なのでとりあえずなんか編集をしに来たんですけど、なんか迷ってます。なんか一応今日明日明後日編集しようと思っているんですけど、まあなんか今日めっちゃ一生懸命例えば頑張って一日例えばお休みにしてどこか出かけるとか、あ、まあなんかするとか、それかもしくは早めに各々の日をその各日程を切り上げて、なんかもうちょい何かこう、いやでも何かできるわけじゃないんですけど、なんか残りの時間を有意義に何かを過ごすとか、なんかすごい考えてました。あ、ゴリさん、2度目の訪問ありがとうございます。今日のお昼はすき家のホロ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 チキンカレーを食べました。ユスちゃんは何を食べましたか。私はなんか今からいただこうかなって思っていまして、あ、でもね、ちょっとなんか本当はチャーハンとかを食べたかったんですけど、チャーハンがなくて、なんか麺になりました。麺ですかね、麺。コウさん、初訪問ありがとうございます。初訪問よろしくお願いします。すいませんが抜けますことで、やすくんありがとうございます、本当に。そうですね、よいしょ。なんかもう今日は買うしかない日だったので、でもね、今思えばもうちょいこってりしたものをもう一緒にゲットすればよかったなっていうふうに思ってますが、なんかこれは何というのか、冷やしうどんみたいな。でもちょっとなんか今日寒いですよね。いや、反射してる。冷やしうどん、うどん、うどんはですね、あんまり普段うどんを実は食べない私な。でもなんか今日気分だったので、でも昨日も麺食べちゃったんですけど、ライブの時に、なんだろう、麺のブームが来てるのかな、ここ2日ぐらい。
ね、すごいです。うどんを私今まで本当にちっちゃい時特になんですけどあんま食べなかったけど、自分で打ったりとかしてから食べるようになって、よいしょ。そしてうどん屋さんって結構多いじゃないですか。で、皆さんどこのうどん屋さんが好きですか？よいしょ。私はすごい好きなうどん屋さんあるんですけど、それは秘密のうどん屋ということで、もしやもぐもぐ配信ですか、助かりますけど、ね、ちょっとなんか一人で食べるの今一人なんですよ。編集所にいるのもみんな赤風パーク行っちゃったので、私今一人編集所にいるんですよ。すごい寂しくって、なのでなんかご飯食べる時も一人はちょっと、まあ、あんま一人でご飯食べに行くの得意じゃないから、ちょっと配信で食べようかなって思いました。右耳のにみり右にみにみきみにさん、ありがとうございます。こんにちは。前よりちょっと言うのが戸惑ってしまったつまずいてしまった。よろしくお願いします。宮王さんのファンレベルが6に上がりました。6に上がったんですね。この間5でしたもんね。ありがとうございます。ハム岸さん初訪問ありがとうございます。お願いします。うどん食べたい。あ、はちみつ兄さんだ。多分 SIR とかのライブが一回終わった特典会なのかなって勝手に予測しました。ノアさん二度目の訪問ありがとうございます。それは寂しいですねってことで、寂しいですね。普通にあんま一人でいるの好きではないというか苦手なので、まあ、でも別になんかこう作業してる時にみんなで喋ってるわけではないけど、なんか人がいると安心するじゃないですか。だから夜に一人で編集シーンにならない時って普通になんか怖いです。なんかちょっと物音が聞こえる気がするじゃないですか。だから勘弁してほしいと思っています。あ、もっちゃんちゃんありがとうございます。こんにちは。よろしくお願いします。まあね、そういう時もありますけども、MC してます。あ、 SIR がですか？何喋ってるんだろう。なんか昨日一昨日かな、昨日もだけど SIR がその赤風パークさんの MC でなんか間違えた情報絶対伝えちゃいけないじゃないですか。だから覚えるのちゃんと覚えないとやばいってこう一生懸命覚えようとしてたのは見てました。なんかね、私 MC って普段ソロでやってる時に考えたことがあんまないんですよ。グループは考えないと、ある程度考えないとちょっとなんかね、わちゃわちゃって なりすぎてもならなすぎてもあれだから考えるんですけど、なんか基本的にそんななんか考えないんですけど、やっぱそのこれを言わないといけないぞっていうものってやっぱあるんですよ。それは覚えないといけないですよねって話を昨日、確かにねっつって覚えるの大変だよねみたいな話をしていた気がします。その練習の成果が今発揮されてるのかな。ホラーですか？あ、まだホラーじゃないです。まだギリギリ。 YM さんこんにちは、ありがとうございます。お願いします。 MC をしてるのがキョンちゃんなので心配です。大丈夫ですよ、キョンちゃんは。あ、わかんないけど破天荒だけど、あ、わかんない。なんか MC ってグループの時の仕切りみたいな回しはなんか確かにまあ冷静沈着な人がやった方がいいのかな、わかんないですけど、まあ、私普段 MC すること多いんですけど、キャラ的に言ったら MC キャラでは決してないので、人のことは何も言えないので黙っとこうと思います。私はとりあえずにぎやかししてようと、いつもしっかりしてる人だな。そう、しっかりしてる人がやった方が本当はいい。いや、わかんない、どうなんですかね。よし、うどんが出来上がってきましたね。私が売ってないうどんが、うどんって混ぜるんでしたっけ。天地返し、はい、天地返し。天地返しは家系二郎系なんだ、ラーメンか。まあうどんも奥が深いわけですよ。やばいやばい、ちょっとなんか溢れそうになって
しまいました。もじゃたんさん、こんにちは、ありがとうございます。お願いします。うどん、うどんです。今日はうどんを、あーでも結構ずっしりきてるから救えないっていう。いただきます。うん、実はうどんを吸えないんですよね。なんか家系、二郎系、田中圭さん、うどんいいな。うどん久しぶりに食べました。これうどんで天地返し、ちいかわも天地返ししてたんでね。お腹すいたよ。赤風パックさんだったらいっぱいありそうですけどね。でもラーメンも食べたいな、同時に。そばも食べたい。うん。おいしいです。おいちゃんさん、初訪問ありがとうございます。うどん食べたいな。うどん美味しいです。うどんがうどんが冷たいのかあったかいのかって言ったら、私はですね、いつも冷たいのを頼みます。なんかコシがある気がするから。でもこのコンビニのうどんは麦丸さんみたいな食感ですね。なんかわかります？吸えなかった。ラーメン食べたい。カレー食べたけど味噌タンメン食べに行こうかな。すごいわんぱくですね。味噌タンメンとも食べたいですね。埼玉はうどんで有名ですよ。何うどんですか、埼玉は。なんだろう。でも私は花丸うどん結構行きますね。うどんだったら、うどんだったら花丸うどんに行って、いつもきつねのお揚げと、なんかあのすんごいたくさんの生姜を入れて食べます。なんて書いてあるんだろう。なんとかの皮ふくうどん食べてみたい。なんだろう、
川幅、あ、川幅か、川幅うどんってことはめっちゃ値段太いやつだ。私はその幅が広い、こんな広い、こんなではないか、でもこんな レベルですごい幅のあるうどんをちょっと前にいただいたんですよ。で、これちょっとこんなに幅広いと一枚一枚が貴重なんで、なんだろう、ほんと幅広いんですよ。いやー、これ食べてたらなんかちょっとお腹いっぱいにならないんじゃないかなと思ってたけど、すんごいずっしりきてお腹いっぱいになりましたし、それにそのなんだろう、ただペラペラとかじゃ全然なくて、コシもあってすごい不思議な食感で美味しかったです。あれなんていう名前なんだろう、あ、ひもかわうどんだったかな、ん、違うかも、なんかそんな、でもひらがなで4文字のうどんがあって、すっごいカーテンみたいで美味しかったです。でも私白くってなんか幅広いものが多分好きで、湯葉とかそうじゃないですか、私湯葉大好物なんですよ、実のところ言いますと。なので湯葉は栃木の日光とかすごい有名で、まあ、福島から割と近いから家族で行くんですけど、そういう時に湯葉、幅の広い湯葉を食べて元気になってます。でも私たちが行きつけのその湯葉屋さんが閉店してしまって、それでなんか閉店のお知らせっていうそのハガキが届いたんですよ、残念みたいな。それまではそのハガキがお手紙とか届くと、何日までに来てもらえたら例えばこう 10% オフになりますとか、あとこれがつきますみたいな、そういうハガキをいただいてたんですけど、閉店しちゃったらもうねえ残念すぎました。だから新しい湯葉のお店を開拓したいなって私たちは思ってる、そういう感じです。すごいもぐもぐね、ちょっと後でまた食べようかなと思ってジャスミンさん初訪問ありがとうございます。Q さん初訪問ありがとうございます。ひもかわうどんは群馬県の桐生市周辺ですかね。あ、そうなんですか。桐生市に行きたいって前言いましたっけ。お友達と結構その初めて行く場所に行こうっていう軍団まで行かないけど、なんか何人かそういう友達がいて、で次どこ行こうかって言ってた時に、その桐生市に行ってみたいよね、行ったことないよねって話をそういえばしてました。シルクだばい、シルク花丸うどんは郡山まで行かなきゃなので、行くとしたら丸亀製麺ですかね。柏店美味しい。あ、そう、本当に両方ともゆずも好きなんですけども、柏店も大好きです。鳥ですよね。で、そうだ、花丸うどんってさ、そうなんでしたっけ、郡山まで行かないとダメなのかないのか。郡山にはあります、花丸うどんが。うん、美味しいなと思っていつも食べてます。一蘭さん初訪問ありがとうございます。そして桃さんも初訪問いただきましてありがとうございます。そうなんですね、花丸うどん早く食べたくなっちゃう。いや、これを食べて2杯よ。いや、うどんって私なんかまあとりあえず1杯じゃ済まされないと思ってるんですね。何でもそうで、喉越しのいいものっていうのはだいたいその1杯で1食にゆずは満たないかなって、自分の胃袋的にはキャパシティで言うと。でつるって言ったから、とりあえずカロリーもね、とりあえずほぼゼロなんで、まあ2杯目3杯目行ってもそこまで罪悪感がなさそうっていうふうに思ってるのがうどんとおそば。だいたいすする系はそういうな感じですね。ヤスプッチンさん初訪問ありがとうございます。お願いします。抜け作さん初訪問いただきましたありがとうございます。ねえ、食べたくなっちゃった。でも昨日も麺食べて、でも昨日もう私つぶやきましたけど、 SIR のトネさやなちゃんと迷い店と一緒に3人で空き時間にそのラーメンを食べようってなった。いや、っていうかなんかそのすごい2人優しくって、なんかわざわざ私の楽屋にまでコンコンって来て、ラーメン食べ行くぞみたいな行くぞみたいな感じで、
誘ってくれて、で私ものこのこついてったんですけど、そしたら多分迷い手はつけ麺で、トネちゃんがなんだろう、なんかラーメンだわ、なんとかラーメン食べてて、私はその前になんかちょっと食べてたからちょっと控えようと思って、お腹空いてはいたけど、ベジタブルん、ラーメンじゃないな、そのスープに野菜しか入ってないやつ分かりますか、あの器にスープと野菜めっちゃ大盛りみたいな、麺の代わりに全部野菜っていうやつがあって、多分これはダイエットとかされてる方がどうしてもラーメン食べたい時に麺を食べないで野菜だけ食べて罪悪感を減らすメニューなのか分かんないですけど、あったんで、これは私にとってちょうどいいと思ってベジタブルにしたんですよ。でもなんか思わず麺トッピングをしてしまって、トッピングっていうかなんか普通に麺ですね、麺を追加頼んじゃったんですよ。だから普通の野菜が多めのラーメンが来ました。だから多分2人よりももりもり食べてしまったっていう、そういうことをしてしまったんですけど、すっごい美味しかったです、結論から言うと。うどんもそばもカレーも飲み物ですからねってことで、そうですね、一瞬カレーは私はなんか悩むんですけど、でもカレーは確かにスパイスが効いてるから、スパイスが大体私の体の中のいろんなものをこう発散なんかしてくれて、カロリーをえってやってくれるかな、相殺されてゼロになる可能性はあります。あ、宮本さんのファンレベルが7に上がりましたってことで、おめでとうございます。ショールーム休止中、小田直さん初訪問ありがとうございます、お願いします。高橋斉藤さん、2度目の訪問ありがとうございます。そっかそっか、じゃあね、麺はだいたいいいってことにしていいでしょう。だからいや、でもまあご飯も別にいいんですけどね、 麺とご飯、うん、パンとか、まあ炭水化物は悩みますね。でも事実、実すごいことに気づいたんですけど、なんか3食めちゃくちゃもりもり2週間前から食べてるんですね、食べていて、でぶっちゃけますと3週間前までは1日1食生活だったんですよ私。っていうのも朝は、うん、まあ食べたとしても本当になんだろう、ゼリーとかだけ食べて、お昼にすんごいがっつりもう 1.5 人前食べる勢いでめっちゃ食べて、で夜は食べない、それか置き換えのシェイクみたいなやつを食べて飲んでたんですけど、したらなんかやっぱそんなになんか体重で言うとそんなにまあ太りはしないかったんですよ。だしなんか私はなんかそれで体が結構満足してると思ってたんですけど、なんか2週間前から3食がっつり食べたらやっぱなんか太ってきたんですよ。普段なんか多分そんなに食べてないから体が欲張って太っていって、でもやばいと思って、一昨日からさライブがあるから、その前にあーやばいと思って、そこから炭水化物を減らしたんですよ、そのライブの前の前の日ぐらいから。そしたらなんかそれだけでなんかちょっと落ち着いたから、炭水化物ユース食べ過ぎたらやっぱダメかもしれないって思いました。でも食べないのもダメだけど、食べ過ぎると多分どうこうやって食べてたのか分かんないけど、くびれがないと思って急いでくびれを作ろうと思ってご飯を抜きました。そしたらなんかちょっとマシになったというかね、ちょっとですけど。ゆうけんさん2度目の訪問ありがとうございます、お願いします。美味しいものはどうしてもいっぱい食べてしまいますね、しょうがない、そうしょうがないんですよっていう感じでしたね。もうでも太りたくない、なんかカロリミットとか飲もうかな、規則正しくよいしょ食べたり
した方がいい、痩せるぞっつって、ちょっと痩せたいね、ちょっとよいしょ、ちょっと物を取ろう、物を取ります。ちょっと落としちゃいました。まあ皆さんゴールデンウィーク、私もどこか行きたいよ、どうしよう、でもいっぱい今日混んでますよね、今日っていうか何、今日明日明後日明後日、あ、いつまででしたっけ、日曜日までか、絶対混んでますよね。そうなったらね、それもそれで嫌である。いやなんか、でもなんか悔しいわ、本当にどこか行きたいわ、私だって行きたいんですよ。しげしげさん初訪問ありがとうございます、お願いします。行くとしたらね、ゆす行きたい場所ちょっとだけあります。あの海の見える公園に行きたいです。行って、うーん、あ、バーベキューがしたいです。夏にやるのもいいけど、夏は暑すぎて自分が焼かれそうなので、あのこのぐらいの季節にバーベキューやっておきたいですね。これ明暗だばい、ちょっとめっちゃ行きたいなと思って、もうねこういう感じです、もうあーって、絶対私アウトドア派だと思うんで行きたいです。犬山さん、お、2度目の訪問ありがとうございます。そうだからね、ちょっとそういうオフ会とかやりたい、それかもしくはそう思いました、なんか何ですかね、バーベキューをしたいです。あ、ちょっと変な癖がついちゃった、千年狐さん2度目の訪問ありがとうございます。本当はここで1曲歌いたかったんですけど、このイヤホン使えるのかな、使えないかもしれないけど、あ、やば、めっちゃガンって落としちゃった、よいしょ、これが、うん、よいしょ、あ、としひこさんこんにちは、ありがとうございます、よろしくお願いします。やばい、ちょっと待ってください、絡まっちゃった、あれあれれれ、今日は編集作業ですか、そうです、えらいとこで言ったら自主的にやってきたっていうところをところがえらいえらいですまあでもちょっとねゆとり持ってやりたいから、そうなんですよ、よいしょ、えらい達也さん2度目の方もありがとうございます、よいしょ、これ使えるかな、使えなかったらやめよ、やめよと、新しいの買ってこよう、よしちゃんはえらい、キラ、あ、キリ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 、あ、デザート買ってくればよかったな、これはミスですね、痛恨のミス、ふう、今日アンジュルムさんがジャパンジャムだから、行きたかったな、ジャパンジャム。
マリオと聞きながら最初だから、これから行こう。たまに歌う曲。聞こえるかな？すぐに着いたけど、あなたも一緒って何度目、好きなワンワイと言えるもんだけど、ぎゅっとしてるよちょっと恥ずかしい、目が回っちゃうくらいに忙しい、白黒よどんだこのブレマシティ、今朝は駅前で何人とすれ違ったかな、聞いてよ優しい愛の時代、乗ってくださってありがとうございます。お昼の湯煎をめちゃくちゃすぎてつらった光弘さん、ありがとうございます。
星投げもありがとうございますでもこの曲絶対今日歌ったと予測してます、アンジュさん。あと新曲歌ったべなーと思って、ちょっとね、ゆずアンジュさんの歌で歌いたい曲いっぱいあるけど、またこれちょっと入ってなかったんだよな。入ってたらな。あとね、ゆずが歌いたい曲あるんですけど、でもねこれ難しいし歌ったことないからちょっとやめとこうかな。泣けないぜ共感詐欺って曲があって、これも大好きな曲です。あ、ちょっと隠しちゃった、ごめんなさい。なんだろうなと。あ、でもちゃんと聞こえてたらいいな。聞こえてましたかね。聞こえない時はあるから、ちょっと聞こえてますように。たいちゅんさんありがとうございます。こうゆうちゃんさんもパチパチありがとうございます。あ、よしさん、あ、流れ星ありがとうございます。やっぱりリアルユシニャンに会うと激化は体感度がまるっきり違います。本当ですか？そう言いに言ってくださるの嬉しいです。あ、入ってなかった。一人で歌う曲じゃないけど歌ってみようかな。聞こえてました？あ、よかったです。聞こえてて聞こえなかったらね、ちょっとね寂しいじゃないですか。これ江ノ島、ゆず勝手に江ノ島を舞台としてる曲だと思ってる曲違うかな。すごくて好きなんですよ。
鈴木愛理ちゃんとね、梨紗子ちゃんがね歌ってた曲なんです。やっぱり松浦さん初訪問ありがとうございます。けいちゃんなんさん初訪問ありがとうございます。あ、よしさんハートたくさんありがとうございます。嬉しいです。本当にきのぴんさん初訪問ありがとうございます。いっくんさん初訪問嬉しいです。ありがとうございます。千紀さん初訪問ありがとうございます。みーにゃんさんこんにちは、来てくれてありがとうございます。お願いします。渋谷も見学に行きたい気持ち、激川だからぜひぜひ、観覧無料なのでお待ちしてます。7日レディーマーメイド久しぶりに聞いたというか、でも最近の私のビッグニュースで言ったら、ハロプロ系で言ったら、やっぱりあやや様がネスカフェの CM に出て歌を披露してるってことがびっくりしました。へーってすごい嬉しかったです。新しい衣装のヘアアクセサリーも素敵でしたってことでありがとうございます。光弘さん見てくださってて、5月だからね、5月はね、5月の曲わからないな。5月、こんなにでもこのショールームの中のランキングってこんなに変わるんだ。すごい、全然違うぞ、前回見た時と。あれ全然変わってる。こんなに変わるんですね。この間これやってたからかな、魔女の宅急便歌ってみよう。いつもけんぼうさん初訪問ありがとうございます。黄昏迫る街並みや車の
ございます。あ、宮本さん、お、ごめんなさい、いらっしゃって、たくさんの音符ありがとうございます。すごいたくさんいただいちゃって、ありがとうございます。この曲がランキングに入ってたから、みんな金曜ロードショーを見たんですね、きっと。でもいいですよ、他は分かる曲が。あまり知ってる曲がないみんなが知ってる曲が、かな。何がいいかな。迷うな。あ、間違えちゃった。あ、やばいやばい。よし、じゃあモーニング娘。歌おう。忠助さん、初訪問ありがとうございます。よし、人間関係の上へどうしたらいい、人間関係の上へ大事にしたい、人間関係の上へちょっと思ったい、人間関係の上へずっと変わらない、今日はI'm not afraid to die.
って思うもちろんそりゃシンプルがいい、それには強くなきゃ勇気ってあと何度振り絞れば幸せになれるか教えてほしい。難しいっていう曲ですね大変だっていう。あ、やばい、なんか押しちゃう、間違えて押しちゃう。兄さん、初訪問ありがとうございます。嬉しいです、ありがとうございます。
さっきも話題に出た、これにしよっかな、この方の曲を歌おうかな。あ、でも迷っちゃうな。さっきあややの話をしたから、あややの曲が歌いたくなってきちゃった。やっぱハローだとしてはあややはレジェンドなのでね、レジェンドの曲を考えてるリスちゃん、なんか本当ですか、ちょっと待たせすぎてますね。カリフラさん、2度目の方もありがとうございます。赤いベベ来た金魚の中身は、まゆまるだよさん、初訪問ありがとうございます。キティさん、初訪問ありがとうございます。歌いたい曲はいっぱいあるけど、まずはこのド定番を歌ってみよう。よし、あ、いくよ、あ、ワン、ツー、スリー。
神ですね。神様みたいな。左右が入ってる。左右の曲。でも歌えるかな。かけてみよう。道重さゆみちゃん。愛されて
Yes 悲しくてもいいでよね私の愛の中なら君の心どこにいても見つけてゆけるヒーロー OK Yes 違う世界なんてない息をすれば生きている私もいる足りないかななら明日を香里さんだ。ひくちゃん来れたよ。ありがとうございます。嬉しいです。来てくださった。ありがとうございます。これむずいわ。普通に素直にむずいわ。もう今時間が過ぎて。曲歌おう有名な曲を歌おう何だろう。クラゲさん初訪問ありがとうございます。いちごミルクさん初訪問ありがとうございます。高田まさかさん、まさよしさん初訪問ありがとうございます。綾乃さん初訪問ありがとうございます。電車の中でゆしちゃん配信見る超久しぶり。久しぶり電車の中のあれですね。よし、これで。残酷な天使のように少年よ神話になれ。
私の愛のゆりかご、あなただけが夢の使者に呼ばれる朝が来る。細い首筋を月明かりが映してる。世界中分の時も止めて閉じ止めたいけど、もしも二人会えたこと意味があるなら、私はそう自由を知るためのバイブル。残酷な天使の手で楽しみがそして始まる。その夢に目覚めた時、誰よりも光を放つ少年よ、神話になれ。人は愛を紡ぎながら歴史を作る。女神なんてなれないまま私は生きる。残酷な天使の手って CM ありますよね。それを思い出しちゃって、ちょっと最後なんかあれ何の CM でしたっけ。ちょっとなんかさ、あのイメージがすごいふわっとなんか湧いてきて、ちょっとなんだっけかな、あの CM。 猫の話じゃないしな。すごかったですね。もうなんかあれがふわって。コルトさん初見ということでありがとうございます。コルトさん、にゃんこ大戦争か。そっか、だからかにゃー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 って言ってるからさ、ちょっと吹き出しそうになっちゃいましたあれなんか面白いですよねコルトさん、いつもでもカナイベさん初訪問ありがとうございます。ミヤモーさん、流れ星たくさんありがとうございます。本当にたくさんいただいちゃった。タイチューンさん、ファンレベル6に上がりました。ありがとうございます。本当に歌に慣れてない割には音程が素晴らしい。でもなんか私の中ではにゃー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 っていうね。もうかきつばとゆうきさん初訪問ありがとうございます。かおりさんが可愛い顔文字でたくさん乗ってくれてありがとうございます。パチパチありがとうございます。にゃんこ大戦争では確かに。銀河の踏切さん、2度目の方もありがとうございます。あ、香織さんがよしさんだ、電車気をつけてくださいねって。大和さん、2度目の方もありがとうございます。パチパチありがとうございます。香織さん、ありがとうございますと。よしさんが、エヴァンゲリオンか、実は見たことなくてあの歌本人が全部ニャニャニャで歌ってます。そうなんですか、あれ本人、そっか、確かに同じ声か、すごい。ユスがね、アニメあんま見ないから、ユスが今まで見てきたアニメってすごい限られてくるけど、でも再放送でこの間までやってたハンターハンターは最後まで見ました。今現状の最後まで。勇気を振り絞れみたいな歌を歌いながら見てました。ダダダダダチャ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 ラチャ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 っていう、あの曲をね、テーマソングか。あの曲聞くとすごい励まされます。私ハンターハンターのアニメのなんか、あんなに強い怖いキメラアントっていう、まあいるんですよ、そういう何敵なのかな、敵じゃないか、敵か、まあ、敵もいれば味方もいるみたいな、めっちゃなんか強くて怖い生き物たちがいるんですけど、絶望を覚えて私はそのね、キメラントを見るたびにもうこんな来たらもう無理と思ってたけど、やっぱすごいなって
ゴンとか偉いなと思って励まされてましたよ、あのアニメに。ポムさん初訪問ありがとうございます。リライムッタンさん2度目の訪問ありがとうございます。いい曲だなあ。オープニングも好きですよ。あのあれどうなんだっけ、でもエンディングも好き。なんだっけ、もうわかんないな。タタタタタタラタタラタタタラタタタタタタみたいな、あわかんないや、曲名もわかんないし、すいません、ハンターハンターファンの皆さん、私くしはただアニメを見ただけのものなので。でも良かったです、あのアニメ。劇場版ハラハラしました。あ、コナンですか。コナンのことならもう本当に私も愛してやまないので、まあハラハラしましたよね。あ、まあちょっとネタバレになっちゃうからもう言えないけど、もうこういう感じ、あーってなって、あーみたいな、ここがあーみたいな感じでした。イカちゃんバージョンのニャーニャーニャーを聞きたい。全部ニャーで歌うんだったらユスも歌えるかもしれない、もしかしたら。プリンさん2度目の訪問ありがとうございます。まあ私のじゃあ得意ソング、得意ソング、やっぱこれでなんとかしましょう。まずこれから今回のさ、そうだ、今回の劇場版のテーマソングを歌えるようになる目標を立てたのに忘れてました。マックスさん初訪問ありがとうございます。この世であなたの愛を手に入れるもの、踊るライト見つめて忘れない、ああ謎が溶けてゆく、君はまだ
しでも伝えたくていた真心が、どんな経験してもやっぱり迷うのよ。この世であなたの愛を手に入れるもの、踊るライト見つめて忘れない、ああ謎が溶けてゆく、謎が溶けてゆく。私の周りにこんなの好きな人たちがいるんですけど、コナン君しか。あ、キョンさん初訪問ありがとうございます。高優さん初訪問ありがとうございます。パチパチもありがとうございます。今度エヴァの魂のルフラン、どんな曲だかな、曲だかなとか言って、魂のルフラン、でも聞いたこと絶対ありますよね絶対あるはずなんですよね。今度なんかいつか歌います。よし、アニソンを覚えたいのでなんか教えてください皆さん。何なら歌えるかな、アニメソング。このまあランキングに入ってる曲をね言ったら、私歌えるの、さっきの曲と。私もグレンゲとか歌えるようになりたいな。でもなんか歌えたはずなの、思い出せないな。何だったかな、何だったっけかな。何だったっけな。あ、前この間歌った曲歌えるわ。ちびまる子ちゃん。ちびまる子ちゃん歌えますよ。ちびまる子ちゃん好きなんですね。え、待って、え、なんて曲でしたっけ、ちびまる子ちゃんの歌って。ちびまる子ちゃんって打つとこれしか、なんかあららの呪文しか出てこない。
そうなんだ。珍珠色さん、ありがとうございます。あ、踊るポンポコリンか、確かに。こんなにたくさんいっぱいみんなカバーされてるんですね。あ、タイチューンさん、ファニありがとうございます。さすがブレスのタイミングが素晴らしい。ブレスのタイミング難しいですね。マルコがお嬢様に。ヤミさん、こんにちは。ヤミちゃん、こんにちは。ありがとうございます。タッタタラリー、すごいすごい、たくさん。香里さん、音符ありがとうございます。いい歌ですね。さすが、このアイコンのね、使って盛り上げてくださっている香里さんならではの。みつひろさん、パチパチありがとうございます。いいですね。ちみまる子ちゃんといえばハミングが聞こえるも好き。ハミングが聞こえる、聞いたらわかるんだべな、多分そう思いました。すごいな。アニ
そう練習して頑張ろうと思いました。ゆうさん、初ホームありがとうございます。結構の時間配信してましたね。頑張る女の子応援団、応援隊、3号さん、初ホームありがとうございます。よし。そしたら、これをラストソングにしよう。ラストソングはもう決めてたから。この期間必ずじゃ全然ないんですけど、私が歌ってる曲を。よし、これだ。劇場版名探偵コナンハロウィンの花嫁、皆さんぜひ見に行ってください。てなわけで今日はこんな感じの配信になりましたけれども、告知だけさせてもらおうと思います。5月の7日に渋谷クロス FM があります。この日は和月ゆりなちゃんがゲストに来てくださって、14時からクロス FM でラジオやるんですけど、観覧無料で見れます。特典会もありますので、ぜひ気軽に会いに来てください。そして5月の28日に、撮影会が江ノ島でありますので、皆さんぜひ一緒に江ノ島に行きましょう。よろしくお願いします。あとライブ情報を改めてツイッターに書かせてもらうので、その時は来てください。見に来てください。ってことで皆さん今日もたくさん見てくださって聞いてくださって本当にありがとうございました。また配信するので、その時遊びに来てください。楽しいゴールデンウィークにしてください。それではまたお会いしましょう。ありがとうございました。